楊志位殿、あなたは日本享保社日中交流研究所主催の第4回中国人の日本語作文コンクールにおいて一等賞の成績を収められましたので、これを称します。おめでとうございます。もらって、そこで何を言いたいかというと、諦めないことです。そこで諦めずに頑張ることができるのは、もちろん個人だけでは無理です。その時に私を助けてくれたのは、いつも応援してくださった日本人教師、それから周りにいるクラスメートや他の大学の仲間、そしてあの道上講師でした。自分の1年間の気持ち、そして1年間の成長、少なくとも日本語の勉強をまとめることができると思います。その毎年毎年の作文コンテストのおかげで今の私がここにいます。私に教えてくださった先生のような素晴らしい先生になりたいと思うようになりました。今その望みが一歩かなって日本語教師になったのです。自分を通してその感動をもっとたくさんの人に感じさせたい、伝えたいのです。それが私の作文の趣旨であるとともに、私の夢でもあります。その感動を伝えることによって、中日交流に役に立てれば、自分の人生はもっと意味深いものになると信じています。何か問題が起きそうだと同時に、また何かをそのと感じ始めた、その時に一番大事なのが、こういうことを頼みたいんだけれども、こういうことを国の勢力がどう考えているか知りたいんだけどと言ったときに、それを聞ける相手がいるかいないかなんです。そういうチャンネルをたくさん、どれだけたくさん持っているかでもって、その国のと、国とがどういう関係にあるかということが決まってくるんだろうと私は思います。私どもはいつも言っているのは台所外交と言っています。私たちは民間外交なんですが、台所外交という、それは人と人との付き合い、家と家との付き合いで私たちは仕事をしてきました。